かりますか、ここで。はい、新見です。それだった？あ、これですね、はい。紹介者、その看板。おはようございます。今日は12月の1日、現在朝6時12分。ここは MD698 というポイント。ドーム富士まであと30数キロというところです。今日の昼ぐらいにはドーム富士に着いてるはずです。風が全然ないですね。あと気温がマイナス39度ってさっき示してたんですけれども、全然寒さを感じません。太陽の光があって風がないととても暖かいです。さあ今から朝食を食べて頑張りたいと思います。はい、わかりました。新見君、新見君、パンダありますか、ここです。はい、新見です。それだった？あ、これですね、はい。紹介者、その看板の風下側、右側に光を上げて人人人持ってきます。はい、了解しました。現在夕方です。なぜかちょっと今すぐ分かんないんですけど、
今日の12時過ぎにドーム富士基地に到着しました。後ろに見えている看板、ドーム富士基地です。昭和基地から、約1000キロ、あちらに見える6台の雪上車で、走ってきました。途中で車のトラブルなどがあったりして、大変だったんですけれども、うまく対応しながら、というか、まあ、その車の担当の方が非常に、頑張って対応してくれて、それでドーム富士に到着することができたというところです。すごいところですね。なんと言ったらいいかよく分かりませんが、ここが主要部かな。今基地の主要部を掘ったりしています。これドーム富士の看板になります。ここですね。明日は休みで、明後日からまた作業が始まりますので、ゆっくり休みたいと思います。